はいどうもお疲れ様ですおはようございます1月4日朝6時の相場解説になりますそっか塾限定動画をご覧の皆様そして FX オリガルヒの皆様は共通動画になっておりますデイリーから見ていくんですけどもデイリーはですね売りのトレンドになってますよねもうで、えー、このようにどん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 戻り売りを NG で書きながら時には横ばいになりながら進んでいってるわけですけどもついにここ終わってですね下の方に行きました ヒゲ先も終わったんでこちらの方も戻りより完成 n 字完成ということだと思いますこれがねフラクタル図形で他の時間軸にも同じような動きが出てくるのはもう説明した通りでございますじゃあ次は4時間ですね4時間の方向性これも下ですね一時期あったセカンダリトレンドも終わってですねここを抜けて下のトレンドの方に戻っていきました今再度上の方に行ってますけどもおそらくここで跳ね返って下の方に 本日中午前中にはもう修正されるんじゃなないいかなと思いますですので部分的に見たらねこれね赤三平なんでじゃあ倍が正しいんでしょっていうふうにここだけ見てる人はそうなっちゃうんですよでも他の時間軸やここまでの変化を見ていったらそうではなくて下に向かう確率が高いということはまあ認識できるんじゃないかなと思います、まあ、ですんでねこのまま上の方に向かう可能性もあるんですよ本当にだからそれが赤三平とか赤四平のおかげで上に向かったって思っちゃうのはちょっと間違いなんですよ 一つの要素として、そこは赤三平だよねってことなんですよ。その他の要素を高めてみると、噛み合わせてみると、赤三平以上の売りの要素が集まっていることに気づきますから、倍とかセルを決める根拠っていうのが一個だとちょっと不安ですよね。最低三つぐらいは見つけられるようになるとよろしいかと思います。えー、流れは下の方に向かってます。じゃあ次に1時間を見ていきましょう。え、1時間軸なんですけども、えっ、ー、と、オリガルヒの皆様にお伝えしましたけども、 安値圏でねこの V が出る時って転換してまた高値圏に戻っていく可能性が強いんですよでも今回はそうはなりませんでしたその前にフラクタル図形の解説しますねこれこういうふうに横ばいなり NG を書きながら下の方にどん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 向かってるでしょだからこの動きっての他の時間軸でも共通してありましたよねこれがフラクタル図形ってものなんですよこれが見つけれるようになると このフラクタルが下の方に向かっている。先ほどの時間軸でも下だったでしょつまりは大きな流れは下だってことが分かるんで、これが上に向かないのも、まあそうだよねっていうふうに理解ができるってことになります。ここだけ見ちゃうとね、安値県で V が出たから上に行くんだって思っちゃうんですけども、全体的に見ていったら、このフラクタルのこともあって、あ,あ、これは下に向かうか。まあそうじゃなくても横ばいになるよねってことが分かるってことなんですよ。じゃあ、横ばいに入るということはトレンドではないです。 何なんでしょうかそうかそのレンジオプションですよレンンジオプションを引いてみましょうまずは包み足があるこの陽線と陰、e、線のところを横に持っていきます次包み足陽線と陰、e、線こう持っていきます以上ですあとは動きに合わせて微調整するんですけどもこのレンジにはねヒゲ先のレンジってのもあるんでこことここを結ぶっていうので2種類のレンジをとりあえずは引いておきましょうでこっからね 緻密にすり合わせていく作業が入りますんでそれをこの今日の午前中にやっていきましょうかってことなんですよで1週間の月曜日には今お話したような考え方が結構入ってきますですんで月曜日はしっかり観察して火曜日からエントリーするっていう形から始めるとテクニカルは分かりやすくなってきますはいそのほかですね補足するものとしてこれは少ない確率なんですけども今の値動きがねこういうふうにきてこういうふうにきていろいろしてますけども じゃあ、徐々に徐々に上の方に向かっていって、トータルでこの V の字を肯定するってことも、まあ少ない確率であり得るよねってことも、今ちょっとお話ししておきましょう。はい。じゃあ、今の時間お話しできることは以上でございます。もうちょっと観察者のちにセルでエントリーするか、もしくはレンジオプションなのかを見極めていきます。お疲れ様です。それではまた。